とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、皆さん、アイテムなくなることってありますよね。なんでだろう。すごい不思議なんですけども。で、俺調べたところ、また一個なくなってたんだよね。雷の杖。これね、255かね、254持ってたんですよ。なくなってる。251になってんのよ。なんでだろうね。これすごく不思議なところで、原因はわかりません。で、湿っぽい沼のデイリーチャレンジが出てます。で、ここが、報酬アーティファクトです。ここは確かね、出るんだよね。出る出る。雷の杖が出ます。他のやつは残ってたんだけども、これだけ高パワーがいつの間にか消えてたので、これを取りに行きたいと思います。なんでなくなるんだろうな。行きまーす。それでは行きますね。今回の変更点が、魂が4倍になって、相手がスポナーに変わる。で、魂の速度を持ってるってやつですね。わかりました。余裕です。で、装備久しぶりこれ使います。勇者のアーマーの、ポーションバリアのクールダウン3。ですね。これいつ見てもかっこいいな。いつ見ても素晴らしいエンチャントだね。で、それプラス、愛のメダルと、稲妻の矢筒を2つ付けていきます。この無限ダイナモの弱いところって、このね、矢筒が回復するまで、ちょっと時間がかかるっていうところなんですよね。それを、このクールダウン3で、すごく、カバーできるっていうところで、これはどうなんでしょうか。うん。まあ、愛のメダルを使って、敵をね、縦にして先に進んでいくこともできるので、まあ、これもいいんではないでしょうか。快適だな。問題はね、251なんで、耐久力が、普通使ってる装備よりも、格段に落ちるっていうところなんですよね。でも、まあ、そんなに問題はないね。全然問題なし。だって敵が寄ってこないんだもん。寄ってこないから、そりゃ楽勝でしょうよ。あ、このセットいいね。愛のメダルが、いい感じで、回復します。うん。愛のメダルで敵を盾にして、進むことができるので、あ、いいですね、これは。素晴らしいかもしれない。うん。破壊力はね、大体何をつけても、このダメージが出せるので、問題ない。うん。これ、近接を全く使わずに、クリアできていけそうですね。早いな。お前たち動き早いな。で、しかも今回のは、魂4倍になるので、それで回復できるんで、大丈夫ですね。この無限ダイナモを切らさないようにいけば、全然余裕でいけそうです。はいはいはい。これは余裕だわ。洞窟でーす。全く問題ないかと思ったら、はいはいはい、トゲね。トゲですね。わかったわかった。やっぱり変更トゲが来ると、速攻でやられるね。とにかく、まあ、その弱点さえ何とかすれば、全然余裕なんで。はいはいはい、やっていきましょう。いや。一発目からトゲがいるなんで、そりゃわからないよ。オッケー。行きましょう。まあ、トゲがいても、大丈夫。ポーションバリア使っていけば、大丈夫なんで。行きましょう。そうか。風使いね。鬱陶しいのがおるな。よっしゃ。ちょっと待って。はい。トゲついてないよね。大丈夫ね。怖えな。トゲがついてないがマジで怖い。よし、オッケー。キャプテン、おお、まだいたんか。いいね。キャプテンがいい感じだよ。もう一体ぐらい。あ、いそう。多分こっちに、キャプテンがいますね。おい。ミスった、危ない。危ねえ。はい。
どんどん来い。よし。オッケー。まだか。すんごいエグいやつが、いたんだけどね。オッケー。問題なし。いや、このビルドね、結構好きかもしんない。ほんとにね、火力がむちゃくちゃある。はい、キャプテンいたー。いいよー。はい、どんどん来い。よし。もういないか?奥の方には。お、キャプテンいましたねー。よかった。おー、しかも2体。あ、違う、エボーカーか。エボーカーの方かい。なら問題なしです。でも先にいるでしょ、これ。いたいたいた。完璧にいるわ。いい感じ。完璧にいますね。しゃ。しゃ。どうだ?これで、にしろ、全部だね。全部。何がついたの?プレイヤーのダメージが 40% 減少。あ、それついてたんだ。全く、うん、気にしてなかった。で、モブ速度が 80% 増加して、あ、で、高速攻撃を持ってるね。はいはい。特に、問題はありません。いくぞ!やっぱりね、これはね、敵が寄ってこれない分、すごく強い。うん、あ、まあ一回ね、ダイナモを切らしちゃって、やられたことはあったんだけども。おうおう、でも、お、危ねえ。なんかダメージすげえぞ。なんだ。ただの高速攻撃か?いけ。これはひどい。これはひどいよ。休憩所、過ぎました。もうちょっとでボスですね。ガシガシいっちゃいましょう。この編成本当にね、おすすめかもしんない。あ、まあ、無限ダイナモを持ってればっていうところなんでしょうけども、かなりおすすめできそうな感じっすね。敵がね、全然寄ってこれないので、すごく立ち回りやすい。うん。やっぱこの、防具の HP がね、若干低めなんで、どうなるかなーって思ってたんですけども、全然問題なしです。全く問題なし。そんなにダメージ受けないし、まあ、受けたとしても、ポーションバリアで、なんとかなるんで、大丈夫っすね。いけ。いいね。やっぱこの、愛のメダルっていうのが、久しぶりに使ったけども、やっぱり、強いね。すっごく使いやすい。敵が勝手にタンクになってくれるんで、それが、素晴らしいっすね。うん、まあまあ、刺激できる数は決まっちゃいるんだけど、いやでもそれでも全然いいよ。すごくいい。はい。で、こっちで終わりか。はいはい。HP じゃないや。ダメージが減ったとしても全然倒していけてるんで、いいでしょう。うん。ドラつけんでいいか。そのままいきます。余裕でしょう。はい。余裕すぎる。ダメージ 40% 減少してんだけどね。余裕すぎです。では、雷の杖頼みます。パワーは低くていい。254とかでいいよ。うん。消えたやつを返してください。それでは、報酬見てみましょう。どうだ?バカ野郎か。ハーベスターは強いのが残ってたよ。はい。出ませんでした。なんだろうね。アイテムが消えるのって。あとね、地雷もなくなってる。地雷。地雷255があったのに251しか残ってないんですよね。多分、クリアしたらアイテムいっぱい入手してるじゃないですか。それを売るときに、なんかね、たまにさ、アイテムがなんか、昔取ってたやつが上に来てる時とかあるでしょ?うん、この、新規で取ったやつが上じゃなくって、昔取ったやつが何かここら辺に混ざってることって、た
多分ね、そういう時に売ってるんだろうな。気づかずに。なんかそういう仕様をね、改善してほしいところです。もう取ったやつは、もう下の方にどん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 溜まっていくようにしてください。こう、そうじゃないとちょっといつの間にかね、売ってて具合が悪いですね。はい。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。